AFP= イコール時事、フォーミュラワ1、F1、F1 世界選手権のレッドブル、レッドブルでアドバイザーを務めるヘルムート・マルコ、ヘルムート・マルコ、氏は8日、クリスチャン・ホーナー、クリスチャン・ホルネル代表の不適切行為疑惑に関する内部調査の情報などをメディアにリークした疑いで、処分を受ける可能性があると伝えられた。 写真、現在開催中のサウジ GP で、マルコ氏とホーナー代表と言葉を交わすフェルスタッペン、他全5枚、情報筋が AFP に明かしたところによると、すでにチームの親会社であるオーストリアのエナジードリンク企業、レッドブルが調査を開始している。報道を受け、選手権3連覇中のマックス・フェルスタッペン、マックス・バーズ・タッペンは。 キャリアををを通じてて自身を支えてきたた恩師でもあるマルコ氏を強く擁護したフェルスタッペンは今季第2戦サウジアラビア GP サウジアラビアングランプリ2024の予選でポールポジションを獲得した後彼、マルコシへの忠誠心は非常に大きいと言明さらにチーム内での将来に関する自分の意思決定には彼が重要な役割を果たす。 とした上で、マルコ氏は留任すべきだと述べた。マルコ氏はオーストリアの公共放送 ORF に対し、これは判断が難しい問題というか、最終的には自分がどうするか自分で決めることになるかもしれない。理論的に定職処分の可能性はまだ残っている、と語った。ホーナー氏の騒動をめぐってはこの前日、同志から不適切行為、 を受けたと告発したチームの女性従業員が停職処分を受けた。ホーナー氏は疑惑についてこれまで一貫して完全否定しており、前週にはチームの内部調査で潔白との判断が下っている。